テロップにも書いてあるんですが、今日はなんとなんと岡山県に行ってきました。岡山県に行ってきました。みーさん、レインボースター、よいさん、レインボースター、コナンさん、マイク北斗の高さん、音符ありがとう。こんばんは。みーさん、音符ありがとう。こんばんは。真空剣さん、だるまありがとう。カツさん、結婚してありがとう。もう岡山はね、もうずっと前から行きたくって、それこそ7周年ツアーで岡山行くってことで、その前に行っときたいなって思ってたんですけど、行く予定だった日がちょっと遅くまで起きちゃっててっていうのもあって、ちょっと行けなかったんですよね。朝から行こうと思ってたけど寝坊しちゃってっていうか、予定よりもだいぶ遅くに起きちゃったからやめちゃって、そうずっと岡山行きたいなって思ってたし、あのプラス今岡山県で私の大好きなパンダコパンダの展示、パンダコパンダ展っていうのが岡山県でやってて、ジブリ展もやってるんですけど、あのジブリ展はまでね9月1日までなんだけど、そのパンダコパンダ展が22日まで、結構来週みっちりで、その次の週もそのスケジュールがまだわからないって、確定でその休みだったりとかわからないって言われて、でもう行こうって思ったし、確か8月9日までその入場であのステッカーがもらえるみたいな、なくなり次第終了だけど8月9日まではなんかステッカーがもらえるってことで、そう行ってきて最高でした。もう可愛かったです、もう愛おしすぎて。あのカードの人さん、ハートありがとう。なんだっけ、名前が出てこない、本物のっていうか水彩画みたいな、なかなかそういう実物のやつとかはお写真は撮れなかったんだけど、その展示のパネル、写真撮影コーナー用に作られたパネルとかがたくさんあったんですよ。そこは写真が撮れたのでいっぱい撮ったんですけど、また X とかインスタストーリーとかに投稿していきたいと思います。かまちゃん、音符とマイクありがとう。やっほー、こんばんはです。そう、パンダコパンダはね、そうなんですよ、パンダコパンダ展が73年やけん50周年みたいな、50周年系のやつで確かあったんですよ、パンダコパンダ展。あ、劇場公開から50周年ってことでね、そういろんな、もういろいろありました。フォトスポットがたくさんあって、もう可愛かったです。私がね買いたいなと思ってたグッズが売り切れになってて、でも他に欲しかったもの買えたのでよかったんですけど、本当はパンダコパンダのあのパパンダのコースター、ちょっと面白すぎて、しかもあの夏結構私コップでお水飲んだりとかするんですけど、水滴が下にすごい溜まっちゃってあれだったから、ガチで実用的にコースターとか買いたかったんだけど売り切れてて、ちょうどでコップ買いたかったんだけど、パンダコパンダのパンちゃんがなんか逆立ちしとるやつとか、でもちょっとお高くて、タンブラーとか普通に比べるとやっぱねちょっと丈高くて、そう断念しちゃったんですけど、なんかね、そのパンダコパンダのパンダコパンダ展オリジナルグッズっていうのがあって、
ステッカー、これは限定とかじゃなくてステッカーなんですけど、この扉から出てきてるこれは、これはそうだね、限定じゃないんですけど、パパンダとパンちゃんとミミコちゃんがひょっこりしてるやつで、こっちが展示会限定って書いてたんだよね確か。あ、展示会限定で、これはこの名前のところとパパンダのところでね、取ることができるんですけど、ちょっと記念に買いました。トラちゃんも乗ってるから、ここにパンちゃんもミミコちゃんもパンちゃんもパパンダも乗ってるから、この2個買いました。ステッカー可愛すぎー、もう大好き、もうパンちゃん大好き、マジで可愛い、愛おしすぎました。私のパンダコパンダはね、ちっちゃい頃に見てました。パパかママか、家族、信濃家結構家族全員ジブリがすごい好きなのであれなんだけど、とてももうね360度もうパンダコパンダでもうめっちゃ幸せでした。アメリカ、あーめっちゃ確かにね、いいよね。でも私あれ、あっちの方がよく見てたな。サーカスの方もね、もう大変大変大変って感じで好きだけど、学校にパンちゃんが行っちゃうやつ大好き。よいさん音符、アリンコさんハートありがとう。え、めっちゃね、めちゃめちゃいらっしゃいました。なんか家族連れの方も多かったし、なんかお友達同士で大学生ぐらいの子とかもいたし、でもやっぱママ世代の方が結構いらっしゃいました。パンダヒロさん結婚してありがとう。ずっとね店内っていうかその展示会ずっとパンダコパンダコパンダってずっと流れてた。ママなんだっけ、パパママちっちゃいちっちゃいママみたいな、なんか歌があるんですよ。パパパパみたいな、めっちゃ可愛い歌があるんですけど、その曲がずっと永遠に流れてて可愛すぎます。ニッシーさんありがとう。でね、2個選べたんですけど、私はなんか入場8月9日までに行かれた方は先着でステッカーがもらえるんですけど、マネージャーさんはちょっとこうもう一このステッカーもゲットしてたんですけど、私はこのいっぱいこのシーンがパンダコパンダのアニメの中のこのシーンがこうまとめられているやつにしました。かわいい、パパンダちょっとほっぺた赤くなんでね、かわいい、空もパパンダにギュッてしたい、見て、かわいい、パンちゃん、あんたかわいいね、めっちゃかわいい、大好きすぎる。こちらは入場でゲットできて、こちらは購入したステッカー、本当はもっともっと買いたかったんですけど、ちょっと私の、金銭的にちょっと今日は新幹線も使っちゃったので、新幹線も使って往復、改めて思って、広島から岡山でも往復1万2000円ぐらいするのに、東京とかってなると毎回東京行くときにチケット見るんですけど、往復ほぼ4万ぐらいするじゃないですか。ってなると東京とかじゃなくてもっと遠くの方に住んでる方とかはもうやばいじゃないですか。やばいよね。ありがたい、あ、より改めてありがたいなって思う。りゅうちゃん、だるま、チップさん、音符ありがとう。帝国さん、ハートありがとう。妹が好きでよくその曲聴いてました。かわいいよね。聴いてみて。超かわいい。なんか、お話ししようよみたいな。超かわいいから、パンダコパンダの歌。パンダコパンダちかちゃん、ありがとう。夢川くまー。そう、往復で
片道6000円6000円ぐらいでした。そう、楽しかったです。岡山パンダコパンダラブ、また X にあげるね、インスタストーリーとか。ミロさんハートありがとう。最新型ポンコツさんクラックありがとう。めっちゃ写真撮ってもらった、マネージャーさんと、マネージャーさんに。写真ちゃんと撮影か、写真撮影可能のところで。可愛くないですか、いたのパパンダとパンちゃんが。そらもギューしてもらった。ちょっとお持ち帰りしたかったんですよ、パンちゃんのこと、パンちゃんのことお持ち帰りしたかったんですけど無理でした。もうパパンダから離れませんでした一切。マジで可愛かった。そらはもひょっこりいました。ここなつかちゃんハートありがとう。もうマネージャーさんは見たことあるけどどういう話だったかは覚えていないみたいな感じでね、だったんですけど、一緒に来てくださって、いっぱいね、岡山も終わった後お買い物したりとかカフェ行ったりとかして、めちゃいい気分転換にもなったし、こうマネージャーさんもインドア、もうザ・インドアらしくって、お休みの日はもうお家から一歩も出ない系マネージャーさんなんですけど、久しぶりにお出かけできて楽しかったって言ってくださったし、結構お仕事の話もしたりで、私も初めて聞く話があって、みたいなことがあって、なのでちょっとまた皆様にいいお知らせができるのではないかとなってるんですけれども、まあそれはちょっと内緒って感じであれなんですけど、そう結構いろいろ話しました、マネージャーさんと。そうまだお知らせできていないことがね何個かあるんですけど、今日初めて、あそういえばってなんかこんな感じでなんか、あそういえばねみたいな、え何ですかって怒られますかって言ったら、うん違う違う、その流れで言われてびっくりしたんですけど、ちょっとみんなにとって嬉しいお知らせっていうか、嬉しいお知らせができると思います。楽しかった。パンダコパンダ、パンダコパンダほんまに可愛い、大好き、パンダコパンダ。そういえばなんか怒られるかと思ってビクビクしちゃった、全然怒られませんでした。あチケットちょっと中に入れとこう、チケット保管しちゃうから。でね、シナノソラハ事件が起きたんですよ、シナノソラハに。そう事件が起きてもう大変だったんですよ。片岡さんアイスありがとう。どんな事件か気になりますか。もう本当にもういいってなりました。どんな事件か気になりますか。みんなからしたらそんな事件じゃないかもしれないんですけど、カメムシじゃないです、カメムシではないんですよ、カメムシではないんですけど、なんとですね、びっくりなことに靴の底が取れましてえマジでびっくりじゃないですか、靴の底が取れたんですよ。えはいってことじゃないですか、意味が分かんないじゃないですか、自分もよく分かってなかったんですけど、なんか歩いてる時に違和感がすごいあって、えみたいな、えなんかめっちゃパカ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 言うと思って、とにかくもうとにかくパカ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 自分の下から聞こえたんですよ。で何事と思ってちょっと止まってしてみ、足を見て結果もうあと少しでもうなんかもう無理ですみたいな、限界突破しますみたいな靴状態になってて、写真撮ったよ記念に。
これだけじゃ伝わんないんですけど、もうこの辺まで取れてたんですよ。この底が取れるっていうか、もうパーパーみたいな、ちょっとあのこう音が鳴らないように歩こうとしても、もうパカ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 なって、めっちゃ恥ずかしくて、シンプルに歩くのも難しいし、めっちゃね、やばいやばいってなっちゃうんですよね。でも結局あの駅の近くにイオンモールがあるので、そこで靴をね、サンダルをね、ちょうど、まあ、新しいサンダル買おうかなって、ちょっと白っぽいサンダル買おうかなって思ってたので、まあ、ちょうどいいタイミングだったといえばちょうどいいとは思うんですけど、もうまさかのまさかすぎて、本当にこれで30分じゃないね、カフェ入った時からだから1時間半ぐらいこのカパカパ状態で過ごしてました。めっちゃね、最近足がちょっとさらに疲れてしまった、カパカパ状態で。いい感じのサンダル買いました。写真はないんだけど、よかったです、新しく買い替えることができて。ちょうどね、買い替えたいっていうか買おうかなって思ってたから。ね、2年前か、2年前の生誕じゃない、誕生日の時にファンの方からプレゼントでいただいた気がする。あ、接着剤が剥がれた。劣化すると剥がれる。じゃあ2年も使っていたから、もういつの間にか劣化していて、やばい。2回も夏を越したが、2回だった気がする。2年前ぐらいにファンの方からいただいた。ひろさん、しんいちさん、ハートありがとう。そう、新しく買い替えました。で、今日はあ、そう、岡山県で全然ね、広島にもあるんですけど、ナイスクラップに行って、そう、半額でね、普通にナイスクラップ、まあ広島にある、広島もあるけど行くかと思ってで入ったら、めっちゃ可愛いトップスに対面しまして、もうこれは買うしかないと思って買いました。りゅうちゃん、マイクありがとう。なんか他にも色がなんか白とピンクの組み合わせ、ちょっと薄めの白とピンクの組み合わせとか、花柄の黒にみたいなとか、他にも色あったんですけど、マネージャーさんも店員さんも、いや、お客様にはこの色が似合うと思いますって言ってくださって、買ったやつ、これ半額で3000円ぐらいで買いました。安ーと思って、私は本当にね、お安くなってるやつ買わないのであれなんですけど、じゃーん、じゃんじゃがじゃーん、これはこのまま着てもいけるし、下に T シャツを着て着るのでもいいんですけど、この肩がこういうリボンになる、リボンがこういう感じでくる、ビスチェなんていうの、ワンピースじゃないんですよこれ、なんか短めの、じゃーん、こういうトップスです。下に半パンでもいいですし、まあデニムでもいいしって感じ、こんな感じのトップスをゲットしました。店員さんがちょうど着ててね、この下に何でしたっけ、あれを着てたんです、 T シャツを着てたんですけど、このままでも着れますって言われました。でもグレーが
似合いますねって言っていただけて、そうグレー買っちゃいました。グレーと黒で大人っぽくて、私は最近ちょっとグレー黒が好きなので買っちゃいました。かわいい、めちゃかわいいです。これが半額になってて、みたいな、まだこれから夏が始まるのにと思って買っちゃいました。やったねー、やったねやったねー、やったやった、いいお買い物ができました。何かできようかな、バーベキューできようかな。スペイベの、みんなスペイベのバーベキューの申し込みがあと2週間もないです。あと1週間ちょっと、19日正午までなので、バーベキュー ST48 ファーストアルバム懐かしい明日のスペシャルイベントバーベキューを申し込もうっていうか、シリアルコード入れて応募しようと思ってる方は、8月19日土曜日だったっけな、嘘です、月曜日の正午までとなりますので、お忘れなきをよろしくお願いします。バーベキューで着ようかな、これまだ決まってないけど、かわいい、お気に入り、まだ着たことないしね。だけどで、そして今日帰ってきてから、広島に帰ってきてから事務所に行きまして、誕生日プレゼントを持って帰ってきました。でももうすでにもう1段2段ぐらいでちょっともう持って帰ってきてるのであれなんだけど、そう、なんか今年は今まで私いいことだと思うんですけど、結構女性の方からプレゼントをいただくってことがなかったんですよ、ファンの方で。でもありがたいことに、なぜか私のことを好きになってくださる女の子が増えて、なんでって感じなんですけど、なんで私なんですか、いいんですかって感じなんですけど、増えて女の子からのプレゼントも多くて嬉しいです。びっくりですね、もう1年前のソラハからは想像できないです。嬉しい、ありがとうございます。届いてましたよ、そうお手紙、そうお手紙、お手紙届いてた、みんなありがとう、嬉しい。お手紙ね、まだ読めてないんですけど、お手紙もうね、便箋分厚めって感じでたくさん書いてくださってる方がいる、何枚ぐらいこれ書いてくださってるんだろう、めっちゃ書いてくださってる、みっちりみっちり書いてくださってる、アリサちゃん音符ありがとう。3枚書いた、もう1枚ってか、もう一言だけでも嬉しいのに、嬉しい。うわめっちゃ便箋、うわこの後もう、うわ配信終わったらとかも配信中に読みたいぐらい読みたい、嬉しい。みんなどのぐらい、結構ね、なんか1枚の方もいるけど、全然10枚とか送ってくださる方全然います、嬉しい、めっちゃ嬉しい。手紙がプレゼントの中に入ってて、あ、これもプレゼントの中に、嬉しい。ちょっとプレゼントの中に入ってるやつちょっと救出しよう。
届いてますよ、皆様からのプレゼントありがとうございます。お、広島に届いた、嬉しい。また事務所行けるときに行って確認します。ありがとうございます。すごいんだけど、マリクワから、マリクワ届いてる。しかも2人の方からマリクワ届いてる。私マリクワ持ってない。ゆうかちゃんがブレスレット昔にくれて、マリクワ、マリクワって私持ってたっけな。2人の女性からマリクワ届いてる。え、これ違う、マリクワじゃないか、リリーブラウンとコラボ。え、やばい、ちょっと待って、やばい、私めっちゃマリクワ女になる。ね、待って、見てほしい、待って、やばいじゃんこれ。え、私この形ね、この形欲しくて、めっちゃナイキとかアディダスとかで見てたんですよ。え、かわいい、見て、え、これもう使えます。え、超かわいい、この形やばい。これにさ、デニム履いたらもうなんか強い女じゃないですか。かわいい。これ何、マリクワとなんかコラボしようかな、わかんない。ちょっと私は普段マリクワを持たない人すぎて、やばい、嬉しい。ノースリーブとかじゃない息の、もうタンクトップレベルのめちゃくちゃかわいい。センスがいいですね。世界一かわいいアイドルのシナノソラハちゃんへって書いてくれてる、優しい。世界一可愛いアイドルらしい私。そう目に映ってて嬉しいです。やった。このレッスン、夏はやっぱフェスが多くて、その分レッスンもあったり、移動とかもあるので、ちょっと来ます。そして見てください。かわ、かわいい。待って、これさ、今みたいにさ、デコルテがさ、めちゃくちゃ綺麗に見える系のトップスやない、かわいい。これはリリー・ブラウンとコラボだって。え、なんかリリー・ブラウンってめちゃめちゃいいブランドじゃないですか、確か。え、かわいい。しかもお腹出し、あー、これもデニムに合わせても、ミニスカートに合わせてもかわいい。絶対やばいやばい、今日洗濯し、もう明日にっていうか、もう今すぐにでも着たいぐらいかわいいから、ちょっともうマジで今日お風呂上がった後の洗濯もうやばい、めっちゃある。見て、ノースリーブなんだけど。え、マリークアントにもあるの、ノースリーブが。あ、これリリー・ブラウンとコラボのやつかな。あ、リリー・ブラウンとコラボのやつ。え、すごっ、見て、しかも超いい生地、これ紺か、ピンクと紺、ノースリーブだ。え、これはちょっとレッスン着にするのはもったいないな。普段着にしよう、普段着、なんか分からんけど、これは絶対にあのレッスンで着ちゃいけない気がする。え、待って、かわいい、ノースリーブ、ノースリーブか、タンクトップ、タンクトップみたいな、ノースリーブ、袖なしか、お腹出しが多いですね。やば、かわいい、女の子だし、これ3つとも2人の女の子からです。女の子から食器も届いたし、この前ワンピースも届いたし、そろそろ天才なのかもしれない。あ、アクセサリーがあるよ、これ絶対アクセサリーだ。あ、お手紙ありがとう。え、嬉しい。イヤーカフ、私がソラハのファンの方は知ってるかもしれ、知ってるかと思うんですけど、私結構イヤーカフつけてたんですよ。イヤーカフだって。かわいい、これ どうなんだ、シルバーのイヤーカフだって。かわいい、ちょっと縦長っぽくてかわいい。どうやってこうやってるんだ、
かわいい。私のさこういうさ本当ものってさ、皆様のさ皆様からのプレゼントのおかげで私生きれてるから、もう感謝しかないです。前回は私ネックレスとかめっちゃいただきます。この前ちょっとかわいい大きなハートのネックレス届いた。そう、ほんとネックレスとか私のアクセサリーとかめちゃくちゃ多いです。嬉しい、ありがとうございます。かわいい、このなんかちっちゃい入れ物、これめっちゃかわいい。え、ミニミニミニ、こういう箱捨てれません私、マジで捨てれない。みんなからのプレゼントできてます。そう、めっちゃ、え、これ どこのブランドなんか私の分かんないんだけど、もう絶対に可愛い子が着るのであろうブランドのお洋服が届いたんですよ。これなんて読むんだろう、見て。でもこれ可愛いの、トップスノースリーブなんだけど、このひらひらがここについて二の腕を隠してくれるタイプのノースリーブ。私意外とこの白のノースリーブレッスン着以外で持ってなかったので、嬉しい、何にでも合います。これはかっこよくも着れるし可愛くも着れる。ダレルンさんありがとう、イメカワバルーンで。しかもねこれ多分セットでて、ね、本当にサラハに可愛いのを着てほしいんだろうっていう感じなんですけど、この多分白のノースリーブのトップスにこのミニスカ多分着てほしくて多分くださったんですよ。なんか信じられんぐらい私が持ってるスカートからなんか多分一番短いんじゃないかレベルのあれなんですけど、めちゃくちゃこのウエストが、まあ、ゴムになってて嬉しいですし、ハイウエスト系の形でめちゃくちゃに可愛いです。ちょっとピンクっていうのがちょっと恥ずかしくて履けるのかどうかって感じなんですけど、めちゃくちゃこれに合わせたら見て本当にソラハじゃないみたいな系統の女の子になる。嬉しい、ソラハに多分ねこういうプレゼントの洋服とかも普段ソラハ着ないから着てほしいっていう意味も込めてそう送ってくださっていると思うので着ますね。かわいいでかわいい、かわいい日、可愛くなりたいと思った時に、最近ちょっとかっこいいだったんですけど、ちょっと最近また清楚系になりたいとか思ってきてるので、かわいいです。みんなかわいいお洋服、やばい本当にお洋服がね、本当にちょっと最近トップスがあんまなくてトップス買い合わないとなと思って、それこそ今日買ったんですけど、そうまた皆様のおかげでどん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 豪華になっていく。いや本当に素敵なプレゼントがたくさんです。お手紙もねめちゃくちゃありがとうございます。ちょっとあれ見せれないんですけど、ありがとうございます。プレゼントの中にまだ入ってるかもしれない。カバンも入ってた、え、めっちゃいい。これも絶対このね多分セットでフリフリセットで送ってくださった。あと保冷のバッグ、クーラーバッグだった。私がお弁当を作っ、私にお弁当を作ってってことなのかな。でも私クーラーバッグ持ってるんですけど、お弁当1個しか入んないサイズのクーラーバッグだったのでちょっと嬉しい。夏とかさそれこそね暑いからね、クーラーバッグだって、うわでかでか、私が持ったのこのぐらいの半分サイズだから嬉しい。夏に持ってこい。イキャンさんお疲れ、最新型ポンコツさん結婚してありがとう。モビさんおっぱいありがとう。やばい本当に皆様からのプレゼントがすごすぎる、ありがたい、もうありがとうございますです。ちょっと待ってプレゼント広がっちゃう。お洋服、あとで洗濯をします。
あとそうこれびっくりした、見てヒロさんハート、ヨーカナさんハートありがとう。これ電子レンジで直火のような調理、え、すごないこれ、すごくない？お魚をこの中に入れてチンしたらいいんだって。焼くこともできるし、炒めることもできるし、煮ることも蒸すことも炊くことも温めることもできるんだって。え、すごくない？家庭で簡単料理、食材の旨味をキープ、お手入れ簡単、コンパクト収納、電池でチンするだけで1台96割やばくない？よく焼く、すごっ。123結婚して、イキアスさん推ししか勝たん、ありがとう。ね、すごくないこれ、こんなさ画期的なものが今あるのかっていう感じなんですけど、すごいよね。これで私も魚の料理できる。アラブさん、レインボースターありがとう。レンチンで魚が焼けたりするらしい。そのマイクロ波を吸収し熱エネルギーに変換って書いてる。え、すげえ、お弁当箱みたい。え、使いたい使いたい使いたい、すごい。もうみんな、私この前フライパンセットとか鍋セットとかもらったのね、食器セットとか。私のさ、この自炊をさ、どん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 ちょっと上げてくれようとしてくれる。え、すごい。これレンジ、電子レンジだけど本当にできるの？私もびっくりしてるんだけど。食材を入れる、あ、焼くとか炒めるで違うんだって。食材を入れる、蓋をして電子レンジで加熱、食材をひっくり返す、裏面を再加熱で焼く、炒めるは食材を入れる、蓋をして電子レンジで加熱、食材をひっくり返す、裏面を、え、一緒やん。あ、煮るは食材を入れる、水だし汁を入れる。え、すごい、え、めっちゃすごい、何これ、やばっ、めっちゃ素敵なものいただいちゃった。こんばんは、フォローありがとうございます。ようさん、クラッカーありがとう。やばい、夢川バルーンありがとう。みんなのおかげで感謝や。煮るのも焼くのもできるの、やばいみたい。初めて見た。毎年プレゼントで調理器具いただけるの、調理器具って調理系のものいただけるの嬉しいですね。なんだっけ、大根おろしとかもできる、薄切りとかにもできる、なんかするやつもいただいたことあるし、あれなんかな、ソラハが料理できないと思われてるのかもしれない。こう料理できないと思われてて、ちょっと手助けしてあげたいな、料理上手になってほしいなと思われてこういうのいただいてるのかもしれない。だとしたら料理できるよ、ソラハ最近料理できるよ、最近ちょっぴし料理できるから。ヒロさんハートありがとう。すごいな、今時ってほんとすごいですね、嬉しい。で、あと私がね、
欲しくてね、集めたいって言っててね、1個しかゲットできなかったね。このね、たべっ子水族館とか動物園のね、このステッカーセットみたいのもね、私が持ってないやつ全部来たんですよ。やばい、嬉しすぎる。私こういうのさ、本当にさ集めたくなっちゃうんですよね。私が持ってるのはこの通常のわっ食べっ子動物だけだったんですけど、そうくださった、やばすぎ、優しすぎ、ありがたい。ちょっと飾ろう、これ嬉しすぎる、かわいい、全部揃ってる。これとこれが食べっ子水族館のホワイトで、これが食べっ子水族館、食べっ子水族館食べっ子水族館、はかゆ、あ一緒じゃん、食べっ子水族館のほ、え、あ違う、ホワイト、え、うわ、え待って待って待って、さっきのが白い食べっ子動物で、こっちが食べっ子水族館ホワイトだ。うわー、ホワイトチョコ、私が大好きなホワイトチョコ。うわ、クジラさん、かわいい、飾ろ飾ろ、3つもくださったよ、かわいすぎ、めっちゃかわいいんやけど、自分が持っとったのと合わせたら4つも、やばい、食べたくなってくる、食べっ子水族館、やばい、食べっ子動物、食べっ子水族館、やばい、食べた、かわいい、飾ろう飾ろう、飾っちゃおう、あ落ちてこないでよね、落ちてこないでよね、キングさんありがとう。マイク、お腹空いてきた。今日はお昼に新幹線乗るときにドトールのヨーグルトのなんかマスカットのなんかドリンクが新しく出てて、それを飲んで、で岡山着いてお腹空いてて、マネージャーさんが、私はヨーグルト食べて、ヨーグルトの飲み物飲んでお腹いっぱいになっちゃって、いやマネージャーさんお腹空いてたから、なんかあの玄ちゃんっていう、あの玄ちゃんっていうお店があるんですけど、海鮮丼、マネージャーさんは海鮮丼食べて、私は海鮮サラダみたいなの食べて、でパンダコパンダ店行って、カフェでスコーンとコーヒー飲んで、あさっき初めてあのセブンイレブンのあの店で揚げたなんかカレーパンみたいな食べたんですけど、めっちゃ美味しかった。ちょっと辛かった、それ本当にスパイシーの辛さもちょっと苦手なのであれなんだけど、ちょっと辛かったけど美味しかった、外がサクサクで丸かった、めっちゃ可愛かった、食べたかな今日。そんなに今日めちゃくちゃ食べたかって言われるとそんな食べてないので、お腹が空いてきちゃった。あと今日は眠たい、7時半に起きちゃって、で今日朝松葉がなんか、もともとその岡山の旅行だけにしてて、明日松葉行こうって思ってたんですけど、7時半に起きちゃって二度寝したらマネージャーさんとの待ち合わせ間に合わないかもって思って、でもうすぐに予約してまつげパーマで、7時半に起きてメイクして行って、松葉行って帰ってきて、松葉行く時ってね、目のメイク、アイラインとかしちゃダメだから、
それして髪の毛も直してって感じで、今日は朝からみんなからしたらそれが普通だと思うんですけど、ちょっと7時半から起きて、今日は太陽に照らされて結構歩いたから、ちょっともう体力が眠になってきちゃった。え、ねえ、怖っ。え、本当に今日2万歩歩いてるんだけど。でも確かにそうだね、松パン行って帰ってきて、そっからだってパンダコパンダ店見てる時も歩いてたし、イオンの中でも歩いてたし、事務所から帰ってくる時も歩いてたし、え、今日2万歩歩いてるんだけど。2,799 歩だって。なんか歩きすぎてない？昨日9,744、1,840、え、やばい、2万歩って久しぶりかも。あ、とか言いつつも私毎日6000歩以上歩いてる。3000歩、2万歩は久しぶりかも。あ、16000とかなんか歩いてるわ。え、めっちゃ歩いてるやん。なんかそれは、え、毎日歩きすぎてる私。今日は2万歩も歩いてました。びっくりやっぽいやね、これ。めっちゃ歩いてるね。すごかった、自分が思ってるより歩いてて。今日はもうすぐにお風呂入って寝ます。明日朝から予定を入れたので、やだー。でも頑張ろう、早起き。あとね、今日ね、岡山駅の地下にパン屋さんがあるんですけど、そこのパン屋さんでベーグルが売ってて、ベーグル買っちゃいました。もうね、行き岡山県に着いた時に、岡山駅に着いてマネージャーさんと岡山駅を探索したんですよね。したらパン屋さん見つけて、うわ塩パン美味しそうと思ったんですけど、ベーグルがあって買っちゃいました。これはベーグルの明太子で、もっちり食感のベーグル生地で明太マヨネーズを包み込み和テイストに仕上げましたっていう明太子のベーグルと、これは期間限定のベーグル肉汁ベーコンメープル仕立てで、ベーコン自家製、これなんて書いてあるんだろう、燻製か、ベーコンとメープルバター風味のフィリングを包み込んで焼き上げた甘じょっぱいみたいな。やばくないですか、ベーグル。うわうわ、確かにメープルの香りする。見てこれ、こんなさ、これわかりますか、このなんかベーコンがこの美味しいですみたいな、こんなイラスト見たらもう買っちゃいました。ということでベーグル2個買ったので明日食べたいと思います。やばい、めっちゃいい匂いする。やっぱこっちやばい、こっちの匂いやばい。うまい、うまい、うまい。冷凍しよう。あ、でも明日だったらいいのか、冷凍しなくて。めっちゃ美味しそうです。広島はあまりベーグル屋さんがそんなにないので、ベーグルっていう言葉を見つけるとテンション上がっちゃうんですよね。そう、のぶろうさんハート、エイさんハイビスカスとマイク、マイクありがとう。明太子ベーグル、ヒロさんありがとう。あと私本当に一回なんか岡山城でイベントがあった時に差し入れで大手まんじゅうっていうのをいただいて、もう薄いなんていう生地にもうほぼこしあんみたいな、ほぼこしあんって感じの大手まんじゅうを差し入れでいただいて、もうめちゃくちゃ食べたかったんですよ。でちょっと一番ちっちゃいこの4個入りの大手まんじゅうを買ってきました。
これはあの粒あんじゃなくてこしあんなんですよ。私粒あんがすっごい苦手なんですけど、これはこしあんでめちゃくちゃ美味しい。そらはは大好きで大手まんじゅう買っちゃいました。生菓子のです、生菓子ですのでお早めに召し上がりください。温かくしてお召し上がりになるときは袋から取り出し電子レンジで温めても、電子レンジ温めてもとかできるんだ。温めても美味しいの気になる。でぜひ岡山ちょっとイベントがあまり今ないよね。岡山今公園とかイベントがなくてあれなんですけど、ぜひ岡山に行ったら大手まんじゅうぜひぜひ美味しいです。確かに温めたら出来たてみたいになりそうだね。楽しみ、皆さんまだありがとう。楽しみ、やばいやばい。もう確かに8月13日、え全然余裕、毎日1個食べても余裕じゃん。やばいやばいやばいね。もう食べ、でも紹介できたか、買ったものとか。そうだね、パンダかパンダの購入品とかプレゼントも紹介できたし、ベーグルも紹介できたし、そうやね。キングさんマイクありがとう。岡山久しぶりにこのプライベートで県外に行けて嬉しかったです。もう本当に行きたくて行きたくて仕方がなかったんですよ。私はもう県外に行きたい、県外に行きたいってめちゃくちゃ思ってて、安住とも話してたし、もういっぱい話してたのでやっと行けた。楽しかった。あとあの マネージャーさんもすごい楽しんでたからよかった。持ち穴さんハート、キングさんマイクありがとう。そうプチ旅行楽しかったです。めちゃくちゃもうめっちゃ写真で撮って見て、これマネ、さっきインスタストーリーにあげたやつなんだけど、マネージャーさんの手と私の手で、よくないですか、プチ旅行って感じで。楽しかった。こんばんは。カフェも行った、また乗せろ。マネージャーさんはスムージーとねベーグルサンド買ってました。マジマネージャーさんほらマネージャーさんのね写真も撮ったんだけど、めちゃくちゃ面白い。岡山駅のなんか岡山駅にあるポストと写真撮った。この桃太郎と桃太郎の真似した。見て、頑張って真似してみた。ちゃんとね、なんか左斜め上見てたので、空も左斜め上見た。かわいいやろ、かわいいやろ。あこっちの方が似とるわ、なんか口開けとるから、ほらかわいいやろ。かわいいやろ、かわいいやろ。めっちゃ写真撮ったからメールにも送っていきます。猫な桃太郎がいました。ポストの上に乗るってなかなか、なかなかやなって思ったんやけど。楽しかった。あ、あとそう、今日インスタグラムを投稿したので
多分もうすでにね行ってくださっ、あの見てくださってる方もいると思うんですけど、あの油そばをポストしたので、ぜひいいねとかコメントとか拡散とかよろしくお願いします。インスタストーリーのいいねもありがとうございます。しっかり見てます。油そばめっちゃ美味しかった。油そばうまうまでした。キングさんマイク新一さんハートありがとう。なんかこれ 1.5 倍で大盛り食べたんですけど、めっちゃ美味しかったです。てか本当にあのなんか自分の流行りが今油そばなんですけど、東京で油そば食べてから広島でも結構食べてるし、この前も油そば食べたし、でもこの宮地って油そばはなんかシンプルかつ美味しいんですよ。麺がもっちもちしてて、でもあのなんか本通りにあるなんか東京なんちゃらみたいな、美味しかったです。これ東京油そばみたいな、あの黒に赤文字のやつ美味しかった。めっちゃ油そば美味しい。なんかね油そばはなんかラーメンのラーメンのカロリーの3分の2みたいな書いてて、どこもかしこもそうなのとか思ってちょっと食べてるんですけど、甘えてますよねラーメンはスープ飲んだら確かにすごいカロリーになりそうだけど、飲まなかったら絶対カロリー低いよ、塩分もね。そう油そば美味しかった、めっちゃ美味しかった。私はねちょっと辛いのが苦手なので、あの辛いのとかできないんですけど、ラー油とかも入れれないぐらいちょっと辛いのが苦手なんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。ぜひみんないいねしてください。そう、あそうがっつりこうちゃんね行ってきたいな。そこえそらはちゃんのインスタに刺激を受けて、お地元で美味しいつけ麺食べちゃった。どこですか、いいな。関東でこう一泊とかご飯食べる機会あんまないけど、もしよかったら教えてください。そう東京油そうそう油組みたいな美味しいよね。サクさんおんぱありがとう。そう私ねお酢もねちょっと苦手なんですよ。酸っぱいのがちょっと苦手でって感じなんですけど、そう酸っぱいのもちょっと苦手。また酸っぱいのもね酢、それこそこの油そば酢もかけてないですし、油そば食べるとき油そばが出てきた状態でしか私食べないんですよ。なんか味変の刻みネギとかなんかそういうなんかトッピングがあればあれなんですけど、あんまりやらなくて、でプラス汁なし担々麺とかも山椒苦手だからあれ、ちょっとやばいです。味変しないラーメンもそのまんま食べちゃう。キングさんありがとう。マイク鬼軍曹さんハートトンプありがとう。ティフワイナリで3日に麺じゃらす計算、何そのもうなんかもう絶対に美味しいですっていうお名前の、何もう絶対に美味しいやん、なんだその最高な名前は。うわやばい。なんかね今日それこそねあのインスタ上げるときにマネージャーさんにいつも見せてるんですけど、マネージャーさんに見せた後にもうなんか自分の投稿に飯テロ食らっちゃって、もう油そば食べたくて食べたくて仕方がなくなったんですけど、その時はお腹がそんなに空いていなかったので食べなかったんですよね。やばい今なんかまた思い出して食べたくなってきちゃった。
みんなこの後もしよかったらあの油そばの何だっけ投稿を見てください。あとストーリーも油そばはいやご飯と一緒に食べたくなるんですけど我慢してます。てか大盛り食べてお腹いっぱいになってます。そう私ね普段味変をしないんですよね。マジで味変せずにそのまま食べちゃう。東京サイブそうなんですね。じゃあもう感謝しよう。もうありがとうございます。油そばを作ってくださった皆さん、油そばを作ろうってなった方ありがとう。うわ晩ご飯ハンバーグいいな。ハンバーグもね食べたい。ハンバーグ屋さんあるんだよね。そこも行きたいし、もうね行きたいところがたくさんです。頑張ってお貯金がどんどんなくなっていっちゃう。今日もねちょっとプチ旅行しちゃったし、でも自分にご褒美よし頑張るね。うわー陽香菜さんクラックありがとう。そう味変するってなったら本当に最後の一口とか最後の二口ぐらいでちょっとなんか足します。トビちゃんありがとう。レインボースターキングさんクラックありがとう。焼き飯作りました。嬉しい。おじいちゃんに言うとくね。焼き飯美味しいよね。兵庫県帰りたいな。帰りたいけどまだ帰らない。晩ご飯酢豚いいな。酢豚お肉だけ欲しい。酢豚お肉だけ欲しい。なんかピーマン玉ねぎとかも好きなんですけど酢豚お肉だけ欲しい。お肉スカイホエールさんハート並ぶさんネイモさんありがとう。ちょっと明日は頑張って早起きします。そして私の明日そうみんなにちょっとしれっと今日のお休みメールで言ったんですけど明日まあ皆さんもねはもう大体予想ついてたかもしれないんですけど8月8日なんですよ。知ってますって感じだと思うんですけど明日8月8日の木曜日なんですよね。で8月9日、その次の日8月9日金曜日が私西野さんの誕生日なんですけど井出さんありがとう。お誕生日またぎ配信したいと思います。なんと8月9日にサマステがありまして多分何時か分かんないんですけどもしかしたら早起きかもしれないんですよね。なので多分1時までには終わると思うんですけど23時45分とかからしたいと思います。神様お願いです。今年こそはっていうか去年のように日がまたぐ2分前に、ショールームがダウンしちゃうってことはありませんよ。ちゃんとみんなとまたげますように、はい、ということで明日は23時半いや23時45分とかぐらいから1時間ほどかなしようかなと思います。嬉しいケーキ嬉しいケーキ買ってこよう。私もケーキ買ってこよう。だから飾り付け何も持ってないんですよ。21みたいな風船とかハッピーバースデーみたいななんか風船とかなんか映えなこう背景できてないのでちょっと明日それも買いに行きます。自分でクラッカーとか買いに行こうかな。でみんなももしよかったら私が生まれたのはお昼の12時56分なんですけどまあもちろん12時56分に投稿してくださるのも嬉しいんですけどいっぱいポストしてください。楽しみ。1時までやるならケーキ用意しようかな。嬉しい。じゃあそれもし
そうケーキとか何かね私のお誕生日のために準備してくださる方がねもしかしたら中にいらっしゃるかもしれないんですけど、もししてくださる方はそれを写真撮って私にあのハッシュタグシナノスラハとかなんかシナノスラハ生誕祭2024とかつけてあの投稿してください。そうやってみんながお祝いしてくださってるの見たい人。エボルタさん音符8日のさレインボースターありがとう。楽しみだな。本当に実感ないです。もうマジで実感なくて、あさって誕生日っていうのがほんまにビビってるんですけど、でも明日は朝からちょっと予定を終わらせて誕生日配信のかわいいなんかあのやつかわいいあのデザイン飾り付けを購入していきたいと思います。やばい21歳になっちゃう、やばい20歳やばい、もう終わっちゃう。でこの前20歳になったんだけど、この前20歳になったんだよね私。ちょっと明日20歳の1年の振り返りメール送ります。なんかもう私日々なんかいろいろ感謝とか振り返りすぎてもう既視感ありまくりのメールになるかもしれないんですけど、1年を20歳の1年をちょっとメールで振り返れたらなと思うので待っていてください。やばい、あさってだって誕生日。ちょっとねまたね今日はもうそろそろ配信終わるんですけど、生誕くじみんな今日から始まったんですけど、生誕くじの A 賞とか A 賞の A 賞じゃないな B 賞のあ違うなえパネルなんか分かんないですけど、取り下ろしって書いてるやつ C 賞のアクリルキーホルダーとか生誕記念メッセージ動画とかの写真あれガチの取り下ろしでめっちゃ可愛いんですよとか自分で言って はいって感じなんですけど、あまたねちょっと見せてもいいっていうことも許可をいただいたのであれなんですけど、今ちょっとちらっと見せるとしたら、ちょっと待ってください、どこやあこれだ、どの漢字が使われているのかわかんないんですけど、衣装はねスタイリストさんがあのソラハに会うためとかそのメンバーに会うようにね考えてくださってるんですけど、じゃんこんな感じの真っ白な素敵な衣装を用意してくださいまして来ました。だからねやっぱり1回あたりもうあのちょっとねまあちょっとお高いっていうか1回で考えるとえ安いじゃんってなるんですけど、10連とかってなるとワオって感じになるんですけど、本当にもうめちゃくちゃ史上最強に漏れてるんです。本当に史上最強に漏れてて、もういろんな方に可愛いってめっちゃ言ってくださもらえて、マネージャーさんも珍しく褒めてくださったり、めっちゃほんまに素敵に撮っていただいたので、そうどのカットが使われてるのか分かんないんだけど、めっちゃ本当にそうめっちゃ撮ってもらったので、あとまたねちょっとメールに戻せます。なんかこんななんかみたいなおすましみたいなもとかもしてるので、ぜひチェックしてください。私はそしてマネージャーさんにあずみとあまいちゃんとパセとあずみのボイスメッセージを欲しいって言ってます無理ってそんなんそれはシナノさんが回してくださいって言われたんだけどうえーってなって、そんなんってなってるんですけど、ちょっと何としてでも聞き本人から直接でもいいよ聞きます。
あの仲いいメンバーってことでね、舞ちゃんの時に私撮らせていただいたんですけど、今回はあずみ、あ、舞ちゃんとパセとあずみの3人で、嬉しいですね、仲いいメンバーで。え、てか本当にね、もうどの写真が使われているのかわかんないんですけど、めちゃくちゃ大人っぽいので、見てください、あの引いてください、難しいかもしれないんですけど、よろしくお願いします。え、マイキューのボイスメッセージありました。いいな、舞ちゃんらしかった。嘘、マジ気になっちゃう。やばい、マネージャーさんに言っちゃおうか。ソラハの、あの10連した方は特典でソラハの、あのシナのソラハであいうえお作文がもらえると思うんですけど、ちょっとね、ぜひ10連した方は聞いてください。もう超シナのソラハらしいって感じです。ぜひアクスタとかね、もうね本当にパーセントがびっくりするぐらい低かったんですよ。キングさんマイクありがとう。あ、でもアクスタまだ低かったか。いやそんなこともない。アクリルキーホルダー 3% ってどういうことっていう感じなんですけど、だから E のそのオリジナルメッセージボイス、その3人から私に向けたやつが半分なんですよね、 40% やばいって感じなんですけど。え、アクスタ当てれた。すごいすごい、いいな。ソラハもやりたい。私もアクスタとかちょっと欲しいんやけど、このグッズ、このほんまにこれ史上最強に漏れて可愛かったので、ちょっとこれは楽しみ。ぜひ皆さん、あの生誕くじ結果とかハッシュタグそら通信で報告してください。よろしくお願いします。この後もいっぱいそらはを感じてください。それでは配信を終了します。キングさんマイクありがとう。13位カイトさん、12位ヒロさん、11位ミーさん、10位最新型ポンコツさん、9位ユイさん、8位リュウちゃん、7位ヨウカナさん、6位アスパラさん、5位カモちゃん、4位キズナさん、3位テネウナギさん、2位イケアスさん、そして1位はナーラブさん、ありがとうございます。今日はこの後お風呂に入って寝るんですけど、ハッシュタグスラ通信でメールの返信待ってます。皆さんハートありがとう。改めて誕生日プレゼントとかも本当ありがとうございます。生誕くじもそうなんですけどね、ただいま第7歳班の三次受付でですのでね、今回の受付でラストとなる8月31日生誕 T シャツ、生誕記念 T シャツデイ、もう皆様お手元に届いたという情報をたくさん入手してるので、お互いアイラブノースリーブバイスチナのソラハを着て会いましょう、8月31日。それでは配信を終了します。見に来てくださった皆様ありがとうございました。 X と Instagram のチェックよろしくお願いします。ではバイチャラポー、またね、ありがとうございました。